会場変更理由となったバーレーンソーラン第35回世界遺産委員会は2011年6月19日から29日の間パリのユネスコ本部で開催された当初の開催予定地はバーレーンの首都マナーマだったが2011年バーレーンソーランによる正常不安などを考慮して変更された開催地の変更はサーズの影響で 蘇州での開催が変更された第27回世界遺産委員会以来である。文化遺産21件、自然遺産3件、複合遺産1件の計25件が登録された。結果、世界遺産リスト登録物件の総数は936件となった。委員国は以下の通りである。地域区分はユネスコに従っている。 物件名に印がついているものはすでに登録されている物件の拡大登録などを示す。太字は正式登録された物件。英語名とフランス語名は審議開始前の文書に基づいており、登録時に名称が変更された場合にはその名称を説明文中で太字で示してある。第35回世界遺産委員会の審議で新規に世界遺産保有国となったのは、 アラブ首長国連邦、バルバドスの2カ国である。この時点で、世界遺産条約を締約している187カ国のうち、世界遺産を保有していない国は33カ国となった。危機にさらされている世界遺産リストからは1件が除去され、2件が新規に記載された。その結果、危機遺産の総数は35件となっている。なお、コミ原生林は危機遺産リスト入りが、 有力視されたが、ロシア当局や一部の委員国の反対によって見送られた。以下の3件の登録名が変更された。この年は、上の表にも示されているように、諮問機関の登録勧告通りに登録された物件よりも、情報紹介、登録延期勧告だったものが逆転で登録された物件の数が上回った。このような状態は、世界遺産リストの信頼性を失うことに、 つながるのではないかという懸念も示された。ありがとうございます。